ですね。すいません、お仕事でした。全然、はい、何それまあいいや、はい、じゃあこちら、はい、でこちらは横向きなんですけど、お腹ですね、朝ごはん食べたんですよね、もしかしたら、うん、食べた食べてすぐだね、はい、だから胃にご飯が入ってます。で、お腹の中で、まあこれ、あの首の骨ね、頸椎、胸椎、腰椎、私ここはどっか行ってるかと思ったら、ここのところは今のところ大丈夫ですね。あ、本当ですか、すみません。大腿骨ですよ、足から落ちたんだね。あ、それもこれちょっと後からまた足はしっかり写真撮りますけど、両方折れてる、ここ分かります？ここで、ここもだから本当はこの骨、ここが膝だからさ、股関節があったらこれに繋がってこなきゃいけないけど、ここで折れちゃって、うん、こちらかもなんか折れてそう、はい、だから膝のちょっと上で両方とも折れてます。で、後ろ足が立たない状態、そういうこと、はい、両方結構片っぽのことが多いから、そういう時ってどっちかの足で、ただこの子両方いっちゃったんだよね、はい、だから一瞬私腰なのかなと思っていたんだけど、腰はなんとか大丈夫そう、大丈夫そうですね。ただまずはね、足ももちろんすぐやらなきゃなんだけど、入る方もそう、はい、体の中の出血で、お腹の中も出血してる可能性はあります。だから少しでも呼吸を楽にしてね、要は酸素の部屋にさせてもらって、で止血剤とか抗生剤とか入れてゆっくり点滴していくということが大事で、来てください。